こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと待って、ボソボソ。シナの聞こえた。そう、2位でした。でも忖度してもらった。あ、これは本当に、待って、ちょっとこれは本当に暗いかも。やっぱ暗かった。黒は白飛びしますね。大人コーデでしょ。こんばんは。もしかありがとうございました。もしかありがとうとありがとうございました。お嬢様か。ちょっとスーツっぽくなりましたね。ツイートもしたので、まだ見てない方はぜひ見てください。よければ見てください。そう、今日はね、秘書な感じにもなったね。今度モバメ撮ろうかと思ってる。それはもう5月になったので、月始めの方が良いと思いますよ、絶対的に。で、3分じゃない、5時やけん。待って、月始めの方がお得ですね。けど、まあまだ早い方よね。まあアプリ版ならでも関係ないんか。取った月から1ヶ月やけ。そう、ちょっと秘書感あるでしょこれ。でもちゃんと見せたら、ここにこう襟があって、襟があって、ここに大きい、割と大きめのリボンがあって、ここがなんかちょっと、あ、そんな透けてないか、もうちょっとシースルーな鼻があって、ここにまた大きい襟がありますね。私からやったらね、多分ね、あの白飛びしとったし、そう見えんと思うけど、これはアクシーズファームかな、なんか初めて買った服のお店。そう、結構可愛すぎるぐらい、なんかブリブリな可愛い感じのお店やけん、今まで入ったことなかったけど、入ってみたら制服っていうか、なんかもうちょっと大人の制服やね、会社の制服みたいな感じの風になりました。としやさん、のみみずさん、あさかさん、なかのんさん、おいでます元気さん、西 NP さん、スケさん、マニマニさん、ピロシさん、
秋吉さん、セリアさん、可愛いギフトたくさん、金丸さん、ゆうちゃん、ヤンカーさん、ライリンさん、可愛いギフトたくさん、やじうまさん、ともゆきさん、スマイルさん、じゅんやさん、中野さん、ギフトありがとうございます。そう、そうなんですよ。今日はね、感謝枠もあってカフェコーデ風の予定だったんですけど、振り替えの分の感謝枠だったのでこっちを着ていきました。1000人超えたら見せるものがあるんですよ。1000人超えたらっていうか、1000人超えたら見せるものがあります。あ、そう、タワーのお礼を書こうと思ったやった。それまでちょっと書きよう。こう、シスター感ある？本当？シスター感ありますか？そう、お肉達成しました。ありがとうございます。やっぱこの紙をでかくしすぎたな。これもう一個ちっちゃいサイズのやつがあったんですよ。このもう一個ちっちゃいやつにしたらよかった。あ、大きすぎてペンがカスカスになる。アルバム作りは、まあ、あ、そう、今日本当はねもっと帰る時間早かったんですけど、さっきまでアルバム作りをしてました。まあ順調かな。変がないな。アルバムはね、こだわり強くはやってます。まあみんなはね、もらえたら当たったらどんなものでも嬉しいとは思うけど、まあそれ以上にね、いいものをサラが満足でき、なんか満足できたものしかあげたくないんですよね、サラは。自己満自己満やけど、自己満ですけど、こだわり強くいきたいと思います。
マー君3号さん白飛びするか。タワーありがとうございました。なんこれ、ありがとうございます。手作りはレベルが違うからねって。そうですね、写真一枚一枚切ったり貼ったりするのもメンバーがねやってますからね。それはそうだね。新入社員って書いておこうかな。新入社員、新入うん、今日ツーショットもあったので、ツーショットでなんかそうサラがこういう服装って知ってスーツに着替えてくれた人も何人かおって、 それで2人でなんか撮ったらめっちゃあれみたいになりました。あの前っけ、あの会社のチラシ会社の告知のやつみたいな、なんかこうやってやったり、なんかこうやってやったりして、そういう感じになった。明日も監視枠あるんですよね。明日は日曜日なんで今日よりも多いかな。そう、上司なんか面接ごっこみたいな風になりました。あ、ちょっと待ってくださいね。ディネさん、バラ台湾チームさん、星細さん、これ何やっけ、これもらってなさすぎて、パラソルスケさん、王さん、糸ちゃん、これタワーかな、タワーありがとう、かわいい、サーカスか、サーカスのタワーありがとうございます。後々書きます、ありがとう。西 NP さん、あ、1000人超えたね。タワーっていうかこの前のテント、こうか、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあとりあえずテント内に参加できなかったくれてたじゃん、テント。では今日もらったものを見せたいと思います。みんなから、まあ、生誕委員の方から届いたものを見せます。
誕生日のやつを。じゃーん、今日これもらいました。誕生日のみんな、なんかあのいろんな人がお店とかで CD ショップとかで書いてくれたカードが入ったやつもらいました。ここに花もあるんだけど、ここにもあるんですけど、あれスクショタイムだよはい、そう、ありがとうございます。そうじゃん、なんかもう花とともに、あ、やばいやばい、系統がバッチシ。ようさん、にしぬぴーさん、ありがとうございます。でね、忘れてたんですけど、で、なんかさ、これさ、サラのアルバム作りを今ちょうどしとるけん、なんかそれとプラスして、ん？プラスしてってか、なんかそうやっとるけん、それと比べてなんかいいなとなりましたね。あの大変さが分かるっていうか、作ってくれたの。でもサラが一番びっくりしたのは、このなんかいっぱい始めって1ページ目開いた瞬間さ、あ、取れ取る、1ページ目開いた瞬間さ、これが見えてさサラサラ、このどでかい字が視界に入ってきて、田中美穂からのが入っとった。もうこれ田中で、そう、これもらったよねって言って話をった時に、隣に田中美穂がおって、で田中美穂が横に寄って、ああ私書いたのもう忘れとった結構前に書いたって言うと、もう忘れとったらしい。でもね、こっちが嬉しかった。サラはここ見せんけど、マイキューさんが書いてく、嘘、書いてくれたのは知っとったけど、もうだいぶ前に聞いたけん、そう、あれやったけど、マイキューさんが、これメールの写真かな、マイキューさんが書いてくれてました。ここ嬉しい。ラミネートされ、これを、このこれだけ出したいぐらいこれだけ出したいぐらい。あとリンコは多分一緒に遊んだ時に書いてくれた。でも何を書いたかは知らなかったんですよ。ミランデって言われたので見ないでって言われたので、そう、ああ、あとね、弥生の妹から、弥生の妹から書いてあったんですよ。弥生の妹が書いてくれとった。こうやってなんかサウが多分メールで今まで送ったやつとかを送ったやつとかをこうね、写真をね貼ってくださりまして、なんかまだ全部はちゃんと読めてないので、ゆっくり読みます。で、これのなんかすごいのは最後の方にこんな感じでしてくれてるんですよ。こうやってこうやってしてくれてるんですけど、そのこれがさ普通に紙と思っとったら、カードみたいにしてくれとるよね多分。今度作ってくれた方にお話しができるし、あ、ほらほら外れるじゃん、これほらカードになっとって、このカードがさ裏にこうやってして、こ
あとカードみたいに、ほらほら、カードみたいなやつになっとって素晴らしい、ありがとうございます。これが入っとったこれが入っとった、千穂さんとのやつ、千穂さんとのがカードになってました。あとコウコさん、千穂さんとコウコさんのやつカードに、カードになってました。千穂さんがありがとうございます。読みます。千穂さん、千穂さんとのやつ嬉しいでございます。これはここにでも入れとこうかな。え、でもさ、なんか画質、え、画質良くない？今思ったけど、あ、これツイッターに載せたやつか。あ、この辺はツイッターに載せ、あ、ツイッターに載せたやつか、そういうことか、だから画質がいい、いいんですね、そういうことか、ね、こういう時にね、ツイッターあまり載せなかったら素材が多分ないんですよね。ツイッターか、画質が良くてびっくりした。そうだそうだ、そう、このマイケさんに、マイケさんが書いてくれとるやつをマイケさんに見せて、見せて、見せて、見せてもらいましたって、ありがとうございますって話かけようと思ったんですよ話かけようと思ったんですけど無理でした。はね、画質いいよね。話しかけようと思うかけようと思ったけど無理でした。ここにいる、そう思っただけ、ここに入れた。トテーターさん、ありがとうございます。あ、そう、サイン会の生写真も届いたみたいで、あ、次のやつ、デザインのやつ出とったけど、やっぱあのサラがこの前見せた春の絵本なのでです。これはまた今度写真を撮ってまたメールとかで送ります。で、今はアルバム作りをしとって、そのアルバム作りのサインを LINE する、こういう時の LINE なんで、こういう時の LINE なので LINE をします。サインをもらいましたまたどうせ職権乱用とか言われるやつ、これは。角さんにもらいました、角脇さん角脇さんとね話したんだけど、鴨脇さん、角さん呼びじゃないですよ、角さん呼びではないけど、鴨脇さんと南さん、なんだかんだ好きやでってらしいです。間違った間違った、南さん、なんだかんだ好きやでって書いてある。
そうで、なんだかんだって書いてあるんですよって言ったんですよ、門脇さんが近くにいたから。なんだかんだって書いてあるんですけどって言ったら、みなみさんにサラピもだろってあんたもだろって言われましたそう、サラあげてない、あげてない、明日あげます、明日あげます、みなみさんに。なんだかんだ好きやでって書い、好きちゃんって書いて返します、お返しを。じゃあサラピモだろって言ったのはみなみさんですよ、自分で言ってきたんですよ、みなみさん自ら言ってきたんです。サラマンダーさんとはありがとうございます、うんうんうん、ありがとうございます。で、あと高尾原田高尾原田ダブルさやかにももらいました。冷たくないですか高尾さん、メッセージなし。まあでもサラもメッセージなしであげたんですけどもらいました、あげました、あげました、もらいました。さやかりのはね、もらったことあるけど、もらったことある、うん、もらったことあるけど、サイン、あ、この写真はサラが選びました、この2枚、これに書いてくださいって選びました、サラが自分で。でも今日もらったな、この4人、門脇さんの初めてもらった。サラピのくださいって、お、それは模範解答。オカピーさん、テントありがとうございます。なんかクアトロたくさん、なんか今まで来たことない人とかも行くよって何人か言ってくれて、いつも来てくれる人も今回も行くよって言ってくれて、今回クアトロの話題もたくさんございました。さやかりんの写真いいなって。ふん。ふうち並べやる？なん、何急に？うち並べ？セリアさん、タワー、タワー、タワー、ありがとうございます。もういいや。うん、うん、うん。ありがとうございます。
クアトレ行きたいなって、ぜひぜひ。でクアトロ、まあでも多分次は前の通りあれユニットもできるであろうと思います。久しぶりにね、思い出以上見たいって言ってくれてた人多かったし、まあ多分きっとこの前までの MC で MC 力も上がってであろうリトちゃん、多分クアトロ多分配信ないね。あるんかな。いや多分もうずっとないよね、なんでか分からんけど。何百式、百式って何。そう、めっちゃクアトロ行くよって言ってくれた人多かった。中野さんパワーありがたわ。なんもないの、ハートでいいや。ありがとうございます。まあ撮影タイムはねもともとないものなので、月末お話し会よろしくお願いします。ありがとうございます。エンフォーミーのために配信を、それは確かに。なんかクアトロ配信急になくなったよね。最初の何回2回ぐらいあった記憶あるけど、途中からなんかなくなったね。1月と2月だけか、確かに。
確かにね、来た人からしたら配信なかったけん、配信なくその場を見れたのは自分たちだけだと思ったら特別感あるけど、来れん人からしたら見たいよね。それはそう大人の事情そうかもね。あ、アクリル板のもん、あ、そういう問題かな。アクリル板があるのももう慣れたけどね。てかアクリル板あるならお見送りしてくれてもいいのにね。台湾チームさん、パワーありがとうございます。肉、うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日ブログだねって、あ、本当だ、確かに忘れてた。え、うん、明日、え、あ、ブログか。配信機材を持っていく予算なくなったかも。そう、そうなんだな。まあ、まとめて、まとめてあれですね。サラビちゃんが着てるワンピース欲しいなって。これ、これはアクシーズファームです。カスカスになってきた。そうね、クアトロ平日だけじゃなくて土日もしてくれたら1回ぐらい。他のユニットはやっとるんかな。やってない、そんなこともない。リトチャーだけ、そういうわけでもないか。ふう、スクショ間に合った。確かに、いとちゃん、落ちってくると絵迷うって。タワー、サーカスタワー、サーカス、サーカスタワー、ありがとうございます。うんうんうん、ありがとうございます。全部平日だった。あ、私そうなの。スケッチブック新しくなった？なってないですよ、割と前からです。クアトロまれに週末開催ある。あ、そうなんですね。そのライブハウス系は行ったことなかったけん分からん。見に行ったこともないし、まあもちろん出たこともなかったけど、そう、一旦タワーの俺はできたかな。あら、ちょっと待ってくださいね。とりあえず琥珀さん、ミシェヌピーさん、さや抹茶さん、これ何、マーク3号さん、なんかこれはなんだ、リース、これはリースですか。だからこのギフト何、いつからのやつ、
また新しいやつ。マンスリーギフト。花冠か。花冠マークさんごさんありがとうございます。おいでませぎんきさんバラ、セリアさんハート、さやまっちゃさんかわいいギフト、ゆうちゃんタワー、ふまタワーありがとうございます。これま、これあ、これはサーカス、これはサーカスか。これはサーカスか。あ、じゃあサーカスタワー全部揃った、全部もらった、ありがとうございます。で、ゾウは2匹もらったし、クラトロ見やすいし劇場にしてほしい。まあでも戦場劇場なくなったらやりそうですよね。テントって書いてしまった。まあいいか、テントももらったし、テントとクマタワー。ん？でもテントもらったしいいか。ポンプが好きだもん。もうそんな、あ、そんなこと、そうですね。16人は無理だね、クアトロは。さすがに狭すぎる。そう、下番島ってとこさら行ったことないけど、いいらしいですね。エディオン最近やってない、あの顔面にパイ投げられた以来行ってない。ゆうちゃんパワー、よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。クアトロで木体はもう絶対的に無理です。もう6人もう10人16は絶対無理ですね。でもね、エディオンもエディオンでも結構狭かったんですよね、16人でやった時。なんか結構あの後ろの機材にぶつかりそうになったりしよったけん、
リマントは楽屋が狭いらしい。エリオも狭いよ。クアトロも狭いよ。16人は無理な広さ。ニャンさん、ネズミありがとうございます。そう、奥行きがね、狭いのも危ないんですよ。ブルーライブは広い。ブルーライブって何だろう。広島全部狭い。それはまあそう、まあ、広くはない。クアトロ12人、あ、そうなんですね。へえ。ブルーライブ広島、楽屋が外。へえ。楽屋がテント。あ、う、あああ、宇品のカフェのとこにあるやつか。へえ、へえ。これライブできるような場所だったんですね。吉田さんの家で配信公演。だからまあサラの部屋は物がないのでぎゅうぎゅうの密になって入ったら、まあ、何も動かさなくてもサラがベッドの上で踊ったら割と、でも割と入れるかも。ここに一人でしょ。密の立ち見席やったら40人ぐらい入れるかも。物がないけん入れる。片付けたら60人ぐらい入れるかもしれない。でも全員立ち見のぎゅうぎゅうで、ぎゅうぎゅうで立ったらね。あ、ベランダと玄関も行ったらいけるね。座りの、座りのこういう感じになったらまあ20人ぐらいかな。物がないからね。でももう本当にもうぎゅうぎゅうのぎゅうぎゅう、本当のライブハウスぐらいぎゅうぎゅうになったら。ちょっと今日もあんまり大きい声で話さないようにせんと、お話し会が続いたら喉が枯れるので、ちっちゃい声でしゃべる。ペンライト振るような、ペンライト振るようなあれはないです。もう隙間はない。みんなこんな感じでじゃないと無理。入れるなら密でもいいって。天井からぶら下がりますって。新入社員風。そうね、満員電車ぐらいぎゅうぎゅうになったら50人は入れるね多分。ちょっと分からん、サラの感覚的な問題やけん分からんけど。
浅香さん、モンキーありがとうございます。訪れして あいうえお、サミの部屋でライブするんですか。そうするってなったらですね。でもパン押しの人しか入れないので、選ばれた人しか入れません。最低でも2期生単押しじゃないと入れません。単押し最善ですね単押し最善、単押し最善かな。単押しじゃなくてもまあ、倒しじゃなくても愛が強いなって思う人はまあベランダぐらいにベランダぐらいに。カホさん、テントありがとうございます。愛が強い DD の人は玄関ぐらいまで玄関ぐらいまでならまあ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 、あめっちゃ猿が。マーク3号さん、マーク3号モンキー10匹ありがとうございます。猿、うん、ありがとうございます。ベランダでロビ返しますって、そうですね。でもそうなったらまあカーテン閉めます。ベランダのベランダのカーテン閉めて、そのベランダに DMM のタブレットを置いてそこで見てもらうっていう音漏れぐらいはまあ譲る。ツーショットどんなポーズが多いですか。ハートとか、ハートとか、ハートとか、まあ、殴るやつ、まあ、こういう殴ってるみたいなやつとか、あこうなんか頭触っとるみたいなやつとか、何が多いかな。あ、チョウさんが考えてくれたサラピーポーズ。何があるかな。でもあと、まあ、あとはそれぞれのみんなが考えてきてくれた何か独特なやつかな。それ以外で考える。なんだい。ステータオさん、モンキーありがとうございます。カモン、いろいろある。なんかウサギとかシナモンとか、あとはよくそんなの思いついたなみたいなやつとかもあるし、ほんといろいろ、ほんとにいろいろって感じ。でも横向くのとキス顔はルール上禁止なんですよ。サラが NG なわけじゃなくて、そう横向くのとキス顔みたいなやつは
ルール上できないので、サラの NG はちょっとその場で反応、その場でちょっと決めるんですけど、あ、これもあるね、よく。そう、前向いとかんというか横向きなんかダメらしい。前までは言われてなかったけど、そう、最近ちょっと前に言われた。おでませ元気さん、またまたバラありがとうございます。後ろ向き、後ろ向きはしたところでじゃない、顔隠れるじゃん。あ、振り返るとか確かにやったことないかも。振り返る感じは、たーくん、くまありがとうございます。めっちゃ可愛い人もありがとうございます。同じチャンスって最悪だ。背中で語る、背中背中だけ取ってもね。確かに振り向く的なやつはやってないよね。確かに明日鍵開けぐらいで来た人はチャンスですね。サラピの後頭部はレアかも。アイドルの後頭部見ること、そんなサラ以外でもないでしょ。浅香さん、モンキーありがとうございます。振り向くのはありじゃない。振り向くって言ってもこれぐらいしか、こんなんになるけど、結局持ってな、こんな感じになるけどね。こう向くのは無理、こんぐらいにしかならんけど。そうね、また明日もあるので、いろんな案を考えてくれたら嬉しいです。そう、でもイヤホンがあるけん、さらでもイヤホンはあんま映りたく、あの画面に映ってほしくないかなと思って片方を外すようにしとるけど、そう、そうだね、イヤホンの長さ的に限界があるんですよね。あ、そう、今日なんか1時間目、1時間目が10分ぐらい、始まって10分ぐらい経っても誰も来んくて、なんでこんなに来んのやろうってずっと、なんででしょうって暇してたら、なんか接続ができんかったみたいで、最初の10分ぐらい、そう、そっからなんかバーって来てくれたけど、つながりが悪かったみたいですね。そう10分ぐらい来んくて、10分ぐらいずっと画面、なんか他のメンバーは割と普通にポンポン来とったけん、10分ぐらい、そう、なんか本人確認もできんやったみたいで、そう、みんななので大丈夫です。はい、まあそうなんですよ。そうなんですよ。1時間目かな、1時間目がなんか認証が始まらんかったっぽい。
ね、みんなあの鍵閉め狙っとるんかなレベルで全然こんかったけん、そうびっくりした、全然こんじゃんと思って、おしまし使えんぐらいになっとったのに全然こんけん、全然こんじゃんと思ってびっくりした。まあたまにあるよねオンラインは。そう、話し会の時電波が悪いんですよ、会場の電波が悪くて、メール送るのもそう、あ、一苦労するんですよね。ね、ラグがすごかった人もおったし、いろいろあったけど。鍵閉めって狙えるかもしれんけど、サラは鍵閉め狙って遅く来るより、まあ普通にみんなポンポンどん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 来てくれた方が、テンション的にどんどん来てくれた方が良いです。明日も最初の時間以外はおしまし使えない。あ、そうなんですね。え、明日って最後の時間がツーショットかな。え、もう3分5分になったらランキング読みます。明日も9か7、8、9がツーショットで10か、ふん、まず明日どうしようかな、帰りが遅いのか。あ、でも明日、あ、そっか、明日、あー、フラワーどうしようかな、明日できたら、明日、あ、いや、できんかな、明日できたら、まあできんかな、3日にしようかな、あ、できたら明日七並べのお礼配信するけど、できんかったら明後日します。3日は多分できるから、配信は多分すると思うけど、メイクしとるしするとは思うけど、そう、時間遅いけど、アルバム作りとかするためにお話し会の何時間前かから会場に入るので、そうできんかも。明日なん、そうだっけ、そうだね、そう、明日普段着ない感じの服やけど、あ、どれにしよう、でもね、普段着ない感じって言っても着とるって言われたら着とるって思われるかもしれない分からんけど、まあお楽しみにしていてください。コスプレではないです。じゃあランキング読みます。48位ヒトフットさん、24位ニャンさん、13位ピロスさん、12位ともゆきさん、11位リネさん、10位朝香さん、9位中野さん、8位セリアさん、7位西 NP さん、6位ターくん、5位おいでます元気さん、4位台湾チームさん、3位マーくん3号さん、2位伊藤ちゃんありがとう、1位ゆうちゃんありがとう、
ありがとうございました。それではまた明日お話し会来てくれる方はお話し会で会いましょう。ありがとうございました。